ジャングルポケットの斉藤です、えー、最初このフェイシーズのこのプロジェクトの番組のオファーがあった時に自分的には受けるべきなのかどうなのかすごく悩みましたあ普段は芸人というお仕事をしていますのでその中で自分が出ることによって過去にそういった経験があったひどいいじめにあったということでテレビに出ててもあこの人は過去いろんな辛いことがあったけど乗り越えてきた人なんだ頑張ってきた人なんだっていう目で。 見らられてししまったらどうしようよそれを笑いに変えることができるのかという悩みが自分の中でありまして、えー、でもその中で日本だけじゃなくて世界中でこのいじめで苦しんでいる人たちがいるというのを知ってその中で自分が発信することはとても大事なことなんじゃないかと思い、えー、今回のこのプロジェクトに参加させていただきました。 過去のいじめについて語ることは本当に辛い部分はありましたが SNS とかでも僕にもたくさんのメッセージをいただきましてそれをみんな見ていくとやっぱり過去にいじめがあった今もいじめで悩んでいるという人たちの言葉を聞いてで自分がこの発信することによってたくさんの人が救われたというメッセージをいただいたときに自分もこのプロジェクトを参加して本当に良かったなと思います。 なののでこのフェイシーズのプロジェクトだけではなくいろんな形でこのいじめで苦しんでいる人たちを助けられる存在になっていけたらいいなと思っています。ありがとうございました。